日本銀行の無策で止まらない円安です。1998年以来、約24年ぶり1ドル143円になりました。外国為替市場で円相場が一時1ドル143円台に下落しました。1998年8月以来、24年ぶりの円安水準に歯止めがかかりません。 9月6日の午後3時に141円台、午後9時前に142円台を記録したばかりで、この1日で3円近く一気に円安が進みました。また、1ドル115円台付近で推移していた今年1月と比べると28円円安が進んだことになります。6日に発表されたアメリカの定期指数が 市場予想を上回ったことで、アメリカで金融引き締めが加速するとの思惑が広がり、金融緩和を変えない日本銀行との政策差から円を売ってドルを買う動きが時短と進みました。市場関係者からは、最近の鈴木財務大臣の発言を見ても、政府、日銀が為替介入など具体的な対策を 要するほどの懸念を示していないことが、円売りの材料となっていると分析しています。日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的としているにもかかわらず、職務怠慢を続けています。日本における物価高の諸悪の根源である日本銀行は、すぐさま猛省し、存在意義を思い起こすべきです。 日本銀行に不信感を持った方はチャンネル登録と高評価をしていただければ助かります。ご視聴ありがとうございました。